かねてより先生術とは私にとって誇りでした。私の声、これはまさか。私はこの学問の価値を信じ、先生術を通して万物の運行規則を垣間見ることができると確信しています。よりにもよって私の独り言が。人々は私が占いができると知るとこぞって私に聞きます。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るだろうか。私は正直に彼らに結果を伝えました。誠実とは悪を招くもの。しかし私は崇高なる先生術に嘘をつくことはできません。先生術なんて嘘っぱちだ。冗談も大概にして、少し一人になりたい。今すぐ出て行ってくれないか。彼らの失望した表情は私へと突き刺さる鋭利な刃となりました。予想はしていましたが、やはり悲しくもあり、それはまるで奈落の底へと落ちていくかのようでした。メギストス卿、これは何とも痛ましい。うう、そう慰めないでください。とても恥ずかしいので。こういう時は何も言わない方がいいんだぜ。そうだ、ハグでも押してやろうか。いりません。先ほどのは以前の私が感じていたことです。あの時の私はまだ先生術に触れて間もない頃でした。経験を積んだ今はもう素人の意見に心が揺れ動くことはありません。宮廷大魔道士であるメギストス卿にも低迷していた頃があったなんて本当に意外だわ。他者に誤解を抱かれる生活はきっと大変だったであろう。心を晴らすことができて本当に良かったでござるな。実はこういうことに耐えられず、しぶしぶ先生術を諦める人もいるんです。
でも私は天才ですから、他の人ができないことだってできます。こんな壮大で綺麗な場所でそういうこと言うと、なんか余計に迫力があるな。うんうん、いいですね。もっと褒めてください。その水を差すようで申し訳ないのですが、どうやらあそこに扉があるようでございます。ではここ一帯の問題を解決した後、また私を褒めたたえる機会を与えましょう。